ドリードルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州撃占行政管区のラーンディル郡に属す町村である。ドリードルフは、ベスターバルトの高地、高度416メートルから643メートルに位置している。ベスターバルトのヘッセン部分の最高峰、ヘルベルクはこの町の町域にある。ラーンディル郡の西端は、この町とビリンゲンとの町境上にある。ドリードルフは、 北は、ブライトシャイト、東は、ヘルボルン、南は、グライフェンシュタイン、西は、オーバーロート、レイ、ホムベルク、バイガンツハイン、ミスターイコールメーレン、ビリンゲンと境を接している。この町には、ドリードルフ地区のほか、マーデミューレン、ロート、バルトアウバッハ、ミュンヒハウゼン、ホーエンドート、ハイスターベルク、ハイリゲンボルン、ザイルホーフェンの各地区が属している。 ドリードルフは1124年に初めて文献に記録されている。以下にドリードルフが属した両方と行政機構を列記する。ドリードルフの町役場、ドリードルフの町議会は31議席で構成されている。ヘッセンの自治体法によれば主張は自治体代表委員会の長である。自治体代表委員会はドリードルフの場合には 町長の他8人の名誉職の委員で構成されている。町長は2016年11月1日にカルステン・ブラウンが就任した。彼は2016年7月10日の選挙で50.79%の票を獲得して当選した。ドリードルフの福音主義協会、ドリードルフには4つの湖がある。大きな湖と小さな赤戸メコがレバッハ川にある。 ハイスターベルガー池とビンケルの死体ブルーフ湖も人造湖である。校舎はかつて玄武岩の採石場であった。年月が経つにつれ地下水が満ちて ASG シェーンバッハの協力で釣り場として、あるいはヘッセン潜水不連合に潜水場所として利用されている。クロムバッハタール関はドリードルフとレイエとの間に位置しているが、その席はドリードルフ町内にある。 1819年の火災によってこの集落は、ほぼ完全に消失し、ドリードルフは新たに建設された。まっすぐな道路が目を引く。1821年から1927年に、両方建築監督官のフリードリヒルートビヒ、シュルンプフの設計に基づいて、新しい福音主義教区協会が建設された。ドリードルフには二つの上司がある。 ユンケルン上司は自由に立ち入ることができる上司である。その近くにオーバーブルクドリードルフの上司もある。中核地区の北西に高さ643メートルのラーンディル軍最高地点でベスターバルトのヘッセン部分で最も高いヘルベルクがある。町内を連邦道 B414 号線と B255 号線が通っている。 ドリードルフは1906年から1984年までヘルボルン・モンタバウアー線によって旅客運行、貨物運行がなされていたが廃止され大部分が撤去された。ドリードルフには既存の学校形式によらない総合学校ベスターバルトシュレがある。この学校は1966年から町内全域とグライフェンシュタインのいくつかの地区のための 中心となる学校となっている。ベスターバルト州では約750人の生徒、児童61人の教員で運営されている。ヘルベルク山頂の送信塔ヘルベルクにドイツテレコム、AG の高さ108メートルの鉄筋コンクリート製、通信塔が立っている。この塔は超短波106.8メガヘルツ、出力30キロワットで、 ヒットラジオ FFH の番組も放送している。ドリードルフ赤戸猫の水力発電所ドリードルフの赤戸猫にもクロムバッハタール関にも水力発電所が設けられている。このドリードルフの発電所は1935年に建設されフランシス水車によって約35万キロワットアワーの発電を行っている。クロムバッハタール関の発電所は1985年に 建設された。この発電所では、クロスフロー水車が採用されている。ドリードルフ町内には、19機の風力発電機が設けられている。これらは主に、バルトアウバッハの南東とマーデミューレンの南の2カ所に集まっている。6人の知見者が、風車の騒音郊外について、ギーセン行政裁判所に提訴したが、 2012年3月末に敗訴した。ヘッセンで最初の風力発電機は1986年にこの町に設けられた。これらの風力発電機は2012年現在約1870万キロワットアワーの電力を発電している。ありがとうございます。